トークラボチャンネルへようこそ。今日は皆さんにちょっとお伝えしたいことがあって、お話の動画を撮ってます。よく YouTube とか見てると、これさえやれば痩せられるとか、これさえやれば強くなるとか、これさえやれば若返るとか、なんかそういうものがよく上がってくるでしょ。で、病院とかに行った時もそうだと思うんですけど、一件お医者さんにかかりましたと。で、そこでこういうふうな治療方針を決めていきましょうっていうことが決まったら、セカンドオピニオンっていうので、また別のドクターとか別の病院でいろいろ自分なりに自分の体調や気持ちに合った、心身と調和できる解決策っていうのを選んでいく、治療法っていうのを選んでいく、緩和ケアっていうのを選んでいくとかいうことは理解していただけると思うんですけど、それとトレーニングも同じようなもので、やっぱりこれはあれ、これはそれ、これはどれ、これはあれってついね、目移りしちゃうんですよ。たくさん情報があふれたこの時代においては、ね、テレビではこう言っていた、ラジオでこう言ってた、コマーシャルでこう言ってた、 YouTube でこう言ってた、本にこう書いてあった、新聞にはこう出てたっていうふうに振り回されてしまうと、一番大切なことは継続ですから。どのような事柄であっても、みんな同じ人間の体において話を進めてるから大差ないです、意見は。ただそこにどのような言葉の形容詞、ここら辺に若返るとか、これだけで OK とか、この3つのなんとかをやればいいのよとか、こう出てくるじゃないですか。ああいうものに振り回されないようにしてもらいたいんですよ。あれはさ、こういうのとかこれと一緒なの、何も変わらないんですよ。ただ人の目を引くために出てるだけね。だからもう こういうものに目をやってた方がまだマシ、100倍で。大事なことはね、一朝一夕で何もかもがうまくいくってことは絶対にないってことです。魔法の言葉もないし、一発でどうこうとか、これさえやればっていうことはこの世にないっていうことだけが真実だから、コツコツとやるしかない。その中でいっぱいやっぱりね、失敗しないといけないです。で、一人一人人間って違うから、その自分の心身の個性特性に合った方法やり方、またね、自分の中でも年代によって違ってきます。だからそういう忙しさによっても変わるし、環境によっても変わる。だからそういうことをちゃんと踏まえて自分で選ぶ。そのためにちゃんと失敗する、正しくね。でも失敗したとしても、それなりにきちんと勉強を積み重ねた、経験を積み重ねたトレーナーが言うことであれば、大体間違いはないんですよ。ただこういう形容詞がいっぱいつくのが好きな人もいるのね。だからそういうものに自分が惑わされてしまったなって思う時には、基本の木を思い出しましょう。基本の木、真実はたった一つ、何か一つやればこれで OK とか、これさえあれば大丈夫とか、そういうものは一切ないってことです。継続は力なり、努力に勝る天才なし、これだけが真実なので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。